大家好，这是阿普。PS 的复魔法史第14回连载开始喽。好，终于也来到第14话了齁。好，我们就接下来就进行第14话啦。こらと怖い肝試し。表演与可怕的，题目大没戏，我就不太清楚是什么，反正是考试法，应该对他而言是可怕的东西。哦，一开始先来个动画影片。萤火虫吗？綺麗。これ、きっと。那是梦吧？待ちに待った臨海学校、天気もいいし、みんな一緒だし、最高だよ。臨海学校。父ちゃんは残念ながらお家でお留守番。お土産何しようかな。可惜科鲁不能跟来，人家帮他选什么土产比较好呢？来海边游泳的，小学生嘛，当然是酷水喽。学校泳装之类的样子。小学生嘛，你也不可能给他穿比基尼啊。ひともとは本当に元気だな。泳ぎすぎて怪我をしないように気をつけるんだぞ。はい。リカちゃんどうしたの？リカちゃん怎么啦？あ、さくらちゃん。別に何でもないよ。没什么啦。哦，那就好。心配してくれてありがとう、さくらちゃん。谢谢你担心我。不知道他在干什么。哇，沙子浴耶，真有闲情耶。好，青春。いい天気でよかったね。本当だね。クラちゃん、臨海学校すっごく楽しみにしてたもんね。あ、这样千春应该是那个双马尾那一位才对。さくらちゃん、本当だね。クラちゃん、臨海学校す。这应该才是千春呢。チバレっていうのはね。海上排球，哎嗨。本当に楽しそうだね、さくらちゃん。私海って大好き。我最喜欢海了。それみんなで遊ぼうね。待会我们大家一起玩吧。这是没有讲话吧？欲しいね、ともよちゃん。そうですよね。私は楽しそうなさくらちゃんを見ているだけでも大満足ですわ。我看着开心的小樱，觉得非常的满足哦。我好像变态哦。不过这句话是男生讲的，还得了啊？被打巴掌了吧？ともよちゃん。我还跳水呢，嚣张哦！有个洞窟，
小英，要不要来打海滩排球？市长大会，コアクナク是不是市长大会的意思啊？先生のところで一緒に寝させてもらおう。よかった。誰かと思ったら、B君だったんだ。B君は。何してたの？こんな時間に。お前こそ何してるんだ？まるで幽霊でも見たみたいな顔して。私はその、別に怖いとか、こんなんじゃなくて。ピックン、昼間、あの岩場にいたよね。な気配を感じたんだ。あの洞窟の中から。小狼觉得那个洞窟里面有那个有哪微妙气息，微妙气息。クローカード？沃卡吗？不是。もしかして、难道是幽幽？よ幽霊って言いたいのか？你想说是幽霊吗？何なのかわからないけど、さっきもあの岩場から変な気配がしたんだ。但是实际上是什么我也不太清楚。但我就是从那边感觉到奇怪的气息的。やめてー！はい。違うお話しよう。お前が聞いたんだぞ。就他们好像也没要去试探，所以说那个到底什么意思啊？所以说的标题那个可爱音哦，啊，忘记了。とくみんなで。一人なの？一人吗？一人一緒だ。小さい頃からずっと世話になってる人だ。小时候一直都受他照顾的人，被受照顾的人。お世話になってる人。いい人なんだね。你是个好人吧？なんでそんなことわかるんだ？为什么这样？为什么你会这么认为呢？ピクンなんか嬉しそうだもん。因为你，ピクンがなんか嬉しそう，因为我觉得你很高兴的样子。もう寝るぞ。哦，对吧？对的。结果真的有奇怪的东西耶。待たせしました。皆さん、楽しみにしてた肝試しを始めます。对，真的是市长大会吗？对啊，看样子我的判断没有错。遠くに小さな泉があります。その泉にある橋を渡ると。祠に着きます。洞窟走到底，过了桥之后有个祠堂。ここにこのろうそくを置いてくること。いいですね。ろうそく、ろうそく、蜡烛吗？放在那边。上のみんなの話と同じだ。くあるお話ですから。楽しそうだね。本さん、なんか顔色真っ青だよ。二人か三人で一組になってください。一組ずつ順番にスタートします。
の中は迷う心配はないけど、暗いから十分気をつけるように。家里面很暗，所以说走的时候要小心点哦。下にろうそくを置いたら、まっすぐここに戻ること。わかりましたか？到池塘后把蜡烛放在那边，马上回来哦。始めます。最初の組から少しずつ時間を置いていきますよ。はい、最初の組スタート。好，最初的一组开始。勝負ですわ、さくらちゃん。次の組。はい、下一組。わあ。怖いよ。こんなん蛮有 feel 的。好きですわ、さくらちゃん。ペロ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 。クラちゃん、平気ですわ。寺田先生ですわね。あ、是老师啦。おどかしがいがあるな、木の元は。苦労様です。辛苦了。滝も暗いからな。気をつけていくんだぞ。真的很黑呢。トモヤちゃん、これやら、ここがゴールのようですわ。よかった。やっと終わりだね、トモヤちゃん。类似终点啦。啊，终于结束了，只是。トモヤちゃん。はい、我们走吧。やっぱりおかしいですわ。可是果然还是很奇怪。最初の寺田先生以外、脅かし役の先生が誰もいらっしゃいませんし、迷うはずのないこの洞窟で戻ってくる方たちと一度もすれ違わないなんて。それに、祠にもろうそくが一本も、私たちの前にも大勢来ているはずなのに。主要是说，祠堂那边好像没有蜡烛嘛。然后呢，咪咪在他们出发之前有别组先出发了，但是却没有看到有人返回。那の話と同じだ。就觉得很奇怪，这样。丈夫ですわ、さくらちゃん。きっと皆さん、やっぱり一旦戻って先生に知らせましょう。哇，说真的，这还真的挺可怕的。どうした？リカ、トモヤちゃんがみんなが消えたのか。俺と一緒だった山崎も消えた。幽霊なの？跟我一起去的山崎也不见了。そうじゃない、落ち着いてちゃんと気配を読め。クローカードの気配だ。也是不好啦。手が何のカードかわからないときは、まずカード本体を見つけ出すんだ。因为不知道什么卡，所以说我们先找出卡的本体。順番ではこれ以上正確な位置はわからない。カードに気づかれないように
静かに近づいて気配を探れ。手を彼の地へ運べ、フラート。うまくいったな。あとは集中して気配を。好，接下来集中感觉气那个气息。ニク。ちょ、ニクまで消えちゃう。どうしよう。啊，你要消失？那个小浪也要消失了吗？伊助，発動中のカードなら正確な居場所がつかめるはずだ。集中するんだ。でも。那个消えたままでいいのか？难道你想要大家消失都没关系吗？やだ。だ。やつは姿を消して隠れているから、はっきりとした姿は見えない。魔力を持っているお前なら、やつの力を感じるはずだ。やつは必ず近くにいる。有魔力的呢，就是拥有魔力的你，一定可以感觉出来他的气息的。应该是躲在这边，就在附近。デイズのカードだったのか。デイズ。それでみんな消えたんだな。リー君、これ、リー君のだよ。リー君がいなかったら、私泣いてばっかりで何もできなかったもん。如果你不在的话，これは、我就什么都没有办法做，也没有办法拿到这张卡，所以，これはお前のだ。那个是你的。あとはお前を選んだ。リク。らしくないと言えば嘘になるが、カードが選んだんだ。仕方がない。那卡片选择你了，这没办法的事。虽然很不甘心。お前の魔力もだんだん強くなってきてるみたいだな。那你的魔力越是越来越强了。本当に？間違いするな。没有错的。俺はお前を認めたわけじゃない。まだ。な。してくれ。グロートを出してくれ。向こうへ渡れない。必须要用刚才卡，然后让他们回，要不然没有办法回到对面。啊，嗯。交出来吧。感じないか。ん？有感觉到什么吗？幽霊？幽霊吗？幽霊じゃない。幽霊呐。これ。これは。幽霊。これ。昨日の夢と同じ。跟昨天的梦一样。と、ローカード。夢で見たの、これと同じの。有在梦里梦到，跟这个一模一样。あるべき姿に戻れ！クローク！
bom. おかしいんだ。に。俺はお前を見てたわけじゃないからな。幻滅了你了。俺はお前を。看着他们感情好像有变好喽。啊，这样也不错嘛。 啊，结束了。总共14话啦。因为这款游戏出的时候，其实跟动画播放的时间其实差不了多少。当然，像中后半部，比如说第二部。 那个关于老师出现了，关于老师登场，然后呢，到第二部那个樱花卡片，这些都是还没有的事情，但是大概就是游戏的内容基本上大概就是动画画，就是动画前篇的故事，对，后面的故事就是这款动画咯。 而且画也没有改编成，也没有用这种动画游戏方式改编后篇的故事。臨海学校で海に行きました。海海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 海。私は泳ぐのが大好きなので本当に嬉しいです。でも夜には肝試しがあって、その前に奈緒子ちゃんの怖い話も聞いてしまいました。はあ、どうして臨海学校に来るとみんな怖い話をするんでしょう。 どうして肝試しもするんでしょう。怖いのダメな私は怖いです。でもやっぱり肝試しは始まってしまいました。そしたらみんなが消えてしまって、一緒だった友よちゃんも消えてしまって、怖くて悲しくて泣いてしまったけど、Bくんがいてくれてなんとか頑張ることができました。みんなが消えたのは イレーズのカードの仕業でした。イレーズを捕まえると、その後またクローカードが現れました。でもそのクローカードは光っててとても綺麗でした。グローのカードです。2枚とも捕まえることができました。怖いこともあったけど、 B 君とも少しだけ仲良くなれて楽しい臨海学校でした。 那个 PS 库洛魔法使的游戏实况就到此结束啦，总共14回。如果有在看的朋友也感谢你看到现在啦，哎，对，不嫌弃看我讲，边讲边玩看到现在。好，下一款的 PS 游戏会是什么呢？我自己还在思考中啦。哎，会实况这一款其实也是有点临时起意的，对啊。 好，总之就谢谢大家收看啦，我们下一款 PS 游戏实况再见喽，拜拜。